リングサイドを朝倉未来が見つめます。さあ、柿原さん、一個お願い。自分のすぐたとりマッチでよろしくでお願いします。すいませんでした。見習いで1、2、3、4、5、5、5。半分半分、嬉しいなんで今日試合勝ってる。でも寂しいで、なんでベルトなしで、まあしょうがないです。自分でまあまだチャンプだよ、みんな分かってる。僕ずっと言ってましたよね、中堅選手だったら。まあでもどっちにしても俺が木山君に勝ったらやることになるじゃないですか。朝倉は絶対勝ちます。自分の朝倉は多いんで、ケラモンで強いな。ケラモン危ない、レスリングとかケラモンすごい強いだってる。でも私信じてるの朝倉、多分パンチ入ってるか手をできるな。パワーとかレスリングとかフィニッシュ力あるんですけど、打撃が雑な部分もあるんで、そこに合わせるんじゃないかな。それはもう自分もう一回朝倉の戦うで私待てます。でも誰でも戦う言いたいです。後でお味噌かで朝倉待てます。頑張ってね朝倉、勝つでお願いします。再びチャンピオンなき階級となりました、このフェザー級。一体誰がそのベルトを、今宙に浮いたベルトを掴み取ることになるんでしょうか。